トドルは日本のロックバンドである。2008年のライブ2002年11月、ナンバーガールが解散。同年12月、田淵久子が自身のバンドを結成すべく構想を始める。当初はギター二人とドラムという編成で活動を開始。2004年にベーシストの江崎が正式加入し、現在の基盤となるメンバーが固まる。2006年12月に、 ドラマーの安岡が脱退。ドラムにサポートメンバーを迎えての活動期間を経て、ナイアが正式メンバーとして加入。2008年3月にアメリカテキサス州オースティンを行われる SXSW に出演。2012年公開の映画、生きてる者はいないのかで、チェイス・ウィットが冒頭曲として使用される。2014年2月にドラマーのナイアが脱退。コリン・タッカー。 バーサス等をはじめとする海外のアーティストとの共演も多く、2014年春にはクアジのツアーに帯同。2016年7月27日、前作より5年の期間を経て、ホースアルバムベーカントリーをリリース。ドラムはサポートの TDK が録音にも参加。初の完全セルフプロデュース作品となった。2017年6月より、 ドラムにオリジナルメンバーである安岡が復帰。X、ナンバーガール、ブラッドサースティー・ブッチャーズ、ラマスワーム、S アーム、X ラムタム、シネ2006年12月脱退、2017年6月、復帰。ニュームムールズとして活動中。ありがとうございます。